始まりました。レフトがレイジ、ライトがシュンスケ、レフトバックがチール、ライトバックがヒカリさんです。ヒカリさん、さっきは間違ってタメ口を使ってしまい申し訳ございません。そう、マジガッツリあやかと思ってだよねって。ヒカリさんやった、すいませんだった。これさ、もう充電1個の赤なんやけどさ、取り切れるんかな、最後まで。いや、やば。選手の調子はどうですか。あ、そっち一緒に考えたけど、ありがとうございます。一回さ、これさ、カメラも気にせず走ってみようかな。一回走った私。走った。お前走るな。ってチール取って、チール取りに行かないやったじゃん。うん、行ってよみたいな感じだった。走る、めっちゃ打つね、あの人。やばいやん。ただいま、後ろを通ったのはヤギさんです。ヤギアツさんでございます。全敗をして広島に帰るって言ってました。全敗？全敗して広島帰る。あ、でもお酒飲んで総合優勝するっていう。おもちの浜に上陸したもん。うわー、ごめんすまない。あ、見てる人今頃驚いてるやろうな。うわいや、3D じゃないけん、驚かい。すみません、のぶとい声が響き取ったよ。レスピー5号チェンコです。あ、ごめん、めっちゃやばい。え、揺らしたやろ、今ただいま、城ヶ崎さんは何を踊ったっけ。ジョイ。いや、プレイしてないから許してほしい。ジョイを踊っておる。申し訳ございません。めっちゃこのビデオで謝るよ。え、ひかりさん、すいません。じゃあ、声出す、すいません。眠くなってきたので、しげさんとカレンの秘密の話をしましょう。誰もそんなん聞きたくないって。聞きたいって。ほら、誰が聞きたいと思う。はい、エリカだ、エリカだ。ここに音声を入れました。なんやかな、おもろい話ないけどな。え、しげさんの好きなところを3つ言ってください。もうそれはもうね、飽きましたよ、先輩。あ、散々言い続けました。え、じゃあ直してほしいとこ。直してほしいとこ、直してほしいとこないけど、けど強いて言うなら、よくわからんときに鼻が詰まるとこ。はっ、なんでそこで詰まるってなる、本当に。そういうのじゃない、求めてるのは。もっともっと、えみたいな。なんか可愛い。鼻詰まるとこってなんやねんそれ。だって僕マジよくわからんタイミングで鼻詰まった。知るかそんな。幸せそう、幸せそうですね皆さん。イライラするんやろな、聞いててみんな。鼻詰まったとかそういうのじゃないやろ。なんかほんと、もうこうしてほしいとか。それを聞いたしげさんはこれで直すみたいな。鼻詰まるは直せんもんね。いや、鼻詰まるは違うよ。ないですわ。これからどんどんポンポコポンポコ出てくるかもしれん。これからポンポコポンポコっていうことで、逆に
手になんかないんですか。ないです。飛ぶ。絶対すると思った。絶対すると思った。くださいってか。私の前髪。あ、足首大丈夫です。90度にひねった。え、メイさんひねったの？昨日。あ、サンナナチェンコです。今日帰りどうする、エリカ。ご飯食べて帰る？あーね。食べる？迷ってる。しげさんは？何も話してない。ああ全然いいよ。一緒帰り？ビーチ終わったら会えなくなるし。おーおなんか荷物、洗濯置いてけばよかったのに。パジャマとか洗濯しよって。私十分ちくるやろ。そうじゃん、持って帰ろうか。いや、いい、いい。学校から直で来てた。荷物やばくない？いいよ、いいよ。いい？いや、違うよ。ありがとう。はい、ごめん、ありがとう。日曜のビーチの後、うん、あ、金曜か。金曜よ。なるほどね。いや、全然いい。いい？なんか私今名前呼ばれた気がしたんだけど。気のせいですね。あ、ナイスブロック。いいですね、ひろき選手。ひろき選手かわいいと思う。なんとかひろきって言われる。でも小本選手も結構。小本俊介。小本なん？小本ちゃん。いやさ、私名前分かるけど意外と名字分からん。名字で呼ぶってそれっぽくない？小本選手。小本？小本？あ、小本って名字。小本選手は場を盛り上げるのが得意ですよね。小本？小本選手、俊介選手。なんといっても、あの、福岡中央のキャプテンですからね、小本選手。そうなん？らしいよ。俊介、俊ちゃん。俊介も中央。うん。なんかそんなあれよね。練習来る機会もあんま中央と被る人がいる。少ないしね。いけ、次郎。なんかアモとメイさんとまたに日本のホラーを見ようってなりました。アモとメイさんと、うん、私寝てましたもん。マジ昨日のは見るべき。見たかった。ね、ゴーゴーチンコです。待って、プライムで無料だったら見れるのかな。探してみるわ。今度また見たい。見れたらそのに眠さに負けたもん昨日。でもそれが正解よ。小本選手食べこみました。かわいい小本。あそこのワンちゃんもかわいい。見て、トイプードル。ほら、トイプードル。犬やったらトイプードル好き。ごめんけどパグやな。あー、柴犬。おー、キレッキレ。おー、追いつきそう。いけー。でもさっき合コンでチェンコしたくない？そのあと話されたもん。うん、なんか倍。今何試合目やっけこれ。なんか分からんけど後ろのおじちゃんも応援してくれてる。
ほーん。ひかりさんは可愛いから何しても許される。わかる、めちゃめちゃ可愛い。わかる、待って、試合が。めっちゃズームしたい。嘘、一番嫌なやつやんね。時間のやつ言ったっけ。17対18です。惜しいね。面白かった。最後お疲れ様でした。